それでは今日の定数数学1の授業を始めたいと思います。で、今日は今日は計算量の話から始めていきたいと思います。で、前回ですね、多倍長定数の加算のアルゴリズムについて説明しましたので、今日はその計算量の概念をやりまして、で、その前回やりましたアルゴリズムの計算量を調べるというところから進みたいと思います。で、計算量という概念について、これまでどこかで話を聞いたことがあるという人はどのぐらいいますでしょうか。はい。あ、はい。ほとんどの人は初めて接する言葉だと思いますので、一応その説明から入りたいと思います。で、アルゴリズムを我々が作る際にはですね、なるべくせっかく計算するのですから、そのアルゴリズムを作って、なるべく早く、計算をしたいという欲求があります。もちろん、数学的に正しい計算をするというのは大前提ですけれども、同じ計算をするなら、なるべく早く、やりたいと。あるいは、なるべく、計算機の資源を節約して計算をしたいということで、それを定量的に見積もろうというのが、この計算量という考え方です。で、そういった意味で、計算量はアルゴリズム その効率を測る上での指標の一つとして、数学ですとか、あとコンピュータサイエンスの世界で、定義して、評価して使っております。で、計算量には大きく分けて、2つの種類があります。で、1つは、時間計算量、タイムコンプレクシティと呼ばれるもので、これは、前回もアルゴリズムを学びましたけれども、その必要な計算のステップ数を見積もる、に基づいて見積もるものです。で、もう一つは、空間計算量、スペースコンプレクシティといいまして、計算に必要な記憶容量を見積もるというものです。で、この授業では、主にこの時間計算量の方を中心に扱います。すなわち、その計算時間がどのぐらいになるか、で、計算をより効率的に行うにはどのようにすればよいか、といったようなことを中心に扱います。で、一方でその空間計算量は今回はほとんど扱いませんし、あと、我々がいつも使っているそのパソコン程度の世界ではほぼ問題にならないんですけれども、空間計算量がどのような場所でその使われるかといいますと、例えば、最近ですと、暗号などの計算をするのに、小さな機器を使うことがあります。最近その銀行のキャッシュカードですとかクレジットカードのオンラインサービスなどでそのトークンと呼ばれる小さな機械が送られてきてそれをその認証の一つに使うことがあるんですけれどもそういったその小さな機械はその我々がいつも使っているパソコンなどと比べてメモリの容量も限られますのでそういった限られたその環境の中で目的とする計算を行う必要があります。そういう場所では、その空間計算量っていうのが問題になることもあります。あるいは、私たち実際にはほとんど関わりませんけれども、その科学や工学のいろいろな分野で、例えばなんでしょうね、加速器の実験結果のデータ処理を行うとか、そういう話になりますと、大体、例えば1秒間とか1分間の実験で、その皆さんのパソコンのハードディスク1台分ぐらいのデータがどん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 生成されるということもあります。そういったデータをですね、効率よく扱うためには、こういった空間計算量が問題になる場合も出てきます。そういった場面もあるということだけここでは触れておきたいと思います。で、その計算量の表し方なんですけれども、全権記法というのを使います。全権記法と聞いてですね、聞き覚えがないという人は、多分1年生の微積分をもう一回復習した方がいいですね、数学類だと。
そうです。皆さんが、1年生の微積分の時にやった、オーダー、大記号ってやりましたよね。ラージオとかスモールオ。基本的には、あれです。その全近的な関数の振る舞いを持って、その計算量を評価するというのが、この計算量の表し方の標準的な方法ですので、で、まあ、そういった意味で、その数学科でですね、こういう計算機のことを勉強するというのは、理論的には、まあ、そういうバックグラウンドを持っているということは有利だと思いますので、忘れたい人は復習してください。で、まあ、ここではその、計算量を評価する関数を t と表しましたけれども、t は基本的に、まあ、自然数から、非負実数への、写像、まあ、もしくは関数とします。で、その際に、この n として、まあ、この辺とはよく入力のサイズと呼ばれるんですけれども、この入力のサイズというのをどのように設定するかっていうのは、それぞれ考えているアルゴリズムによって決まってきます。例えば、そこで数値を扱うアルゴリズムであれば、この数値の大きさですとか桁数、それからあるいはワード数、あとは多項式などを扱っている場合ですと、多項式の次数をこうパラメータにとってですね。で、その入力の大きさ、サイズがですね、その大きくなりに従って、その計算量が、の推移が全近的にどのような振る舞いを見せるかということを調べることで、ある程度の、計算の効率というのを見積もります。で、もう少しと具体的にですね、じゃあ例えば同じ計算をする、アルゴリズム1とアルゴリズム2という、2つのアルゴリズムがあった際に、時間計算量を比較したらどういうふうに解釈もしくは見積もりをするのでしょうかということを簡単に説明しておきたいと思います。で、ここで、まあ、アルゴリズム1と2を、まあ、皆さんが同じ計算をするためにですね、その異なるアルゴリズム1と2を作ったとして、で、そこでそれぞれの計算量をですね、アルゴリズム1の計算量を t1 として、アルゴリズム2の計算量を t2 として、まあ、n の何か関数で表したものとしましょう。で、それが仮に、例えば t1 が、ここにありますように、an ですね。まあ、n が、まあ、線形な場合、それから、それに対して、この t2 が、こちらにありますように、この n の2乗に比例するような場合だったとしましょう。で、そうして比べてみますと、まあ、これは、皆さんはすぐにお分かりだと思いますけれども、まあ、a も b も、正であると仮定するならば、まあ、ある n よりも大きいところでは、その t2 の方が t1 を追い越すという。それはなぜかというと、まあ、2次関数の方が1次関数よりもずっと、早く増加するからですね。ある程度、n が大きくなると、全近的には早くなる、大きくなるということで、まあ、そういったことで、その、全近的な評価をすることによって、まあ、この場合ですと、t1 の方が、より、その、効率が良い。すなわち、なんでかっていうと、n の増加に対する、その、関数の、あれ、計算量の増加が、まあ、t2 よりも、まあ、比較的小さいですから、まあ、t1 の方がより効率的であるというふうに結論づけることができます。で、まあ、こういった形で、その、計算量を全近的な評価をして、その、アルゴリズムの効率というのを比較します。で、このですね、この計算量として現れる関数で他の例としましては、例えばここに下の方にありますように、この t3 ですと、この指数関数ですね、n の指数になっているような関数があったりとか、あるいはその、t4 として、まあ、n の対数、対数関数が出てきたりすることもあります。まあ、こういった形で、そのアルゴリズムの計算量というのを比べます。で、その時間計算量の表示なんですけれども、これは先ほども述べましたように全近記法を使います。で、テキストですと、10ページのセクション 1.2 ですかね、ここに全近記法が載っておりますので、テキストをお持ちの方はそちらも見ながら、聞いてください。で一応この計算機科学、もしくは計算機数学で、その扱っている全近記法にはいくつかの種類があります。で、その中には、皆さんがその1年生の微積分で学んだものも一部含まれていますが、まあ、ここではちょっと新しく
く、まあ、見るものもいくつかあります。とりあえず、ここではその5種類の全勤、関数ですね、全勤的な表を紹介しておきます。まあ、上から順番に、まあ、ラージ O、これは全勤的上階と呼ばれるもので、で次にスモール O、まあ、この上の2つは皆さんご存知でしょう。でそれから、3つ目がラージオメガですね。電気的区界と呼ばれるものです。4つ目がこれはシータです。大文字のシータを使った記法です。で、5つ目が小文字のオメガを使った記法です。で、まず、最初に、その、ラージオ全勤的状態から紹介しますと、これは、微積分で皆さんがやった時の定義と全く、同じなんですけれども、一応テキストの記法とちょっとここで変えてありますのは、この、統合の部分ですね。X の部分では、これが集合の、属する、元として属するという記号になっていて、で、まあ、O の GN っていうのは、その、ある性質を満たす関数の集合というふうに扱われております。で、ただ実際に聞く、もともとの意味はそういう意味なんですけれども、現実としましては、微積分では扱いましたように、ここは統合で結んで、その同じ意味を表すことが多いですので、以後、この授業でも、このような形で統合を使って表しますので、注意してください。テキストで、集合の属するとなっているところを、この授業では統合として、統合に置き換えて扱います。で、この OFM がですね、この、まあ、GN のオーダーに属する、もしくは GN のオーダーであるというのが、次のような定義になっておりまして、まあ、ある、正の C の値と、それから正の N0 の値が存在して、で、N が N0 以上ならば、FN が、GNC 倍で上から押されるという定義になっております。ですので、まあ、非常に大雑把な模式的な図で表すとこういうことを言ってるんですけれども、まあ、N がどんどん大きくなれば、その FN というのは、GN の定数倍で抑えられるということを意味しています。ここまでいいでしょうか。はい。で、2番目に、このスモール O の記法は、これは、まあ、行為の無限小という言い方もすることがありますけれども、まあ、これも微積分でよく使われているものです。で、まあ、極限を用いた記号で表しますと、まあ、FN も GN も、その N を大きくしたときに、まあ、どんどん小さくなるんですけれども、その FN の方が GN よりも、より早く0に近づくということを表したものです。で一応それをこのような形式で書きますと、まあ、任意の正の C とそれに、とそれに対して、ある正の N0 が存在して、で、N が N0 以上の部分ところでは、FN が GNC 倍で抑えられるということを表すものです。ここまででしょうか。で、次に出しました、大文字のオメガですね。これは全勤的区界と呼ばれるもので、定義としては、先ほど1番目に出しました、ラージオは、あれは FA の上から押さえていたものなんですが、この、ラージオメガは逆に下から押さえる形となっております。ですので、これは、そうですね、途中まではラージオの定義と一緒なんですけれども、まあ、ある、正の値 C が存在して、それから正の値 N0 が存在して、で、N が N0 以上ならば、この不等式のですね、代償関係だけ逆、先ほどのラージオから逆転していまして、まあ、FN が、GN の C 倍で下から抑えられるということを意味しています。ここまででしょうか。はい。で、4番目の、大文字のシータというのは、実は、1番目のラジオと、それから今説明しましたオメガをですね、両方で上と下から同時に押さえるというものです。ですので、まあ、式で書くとこういう形になりますけれども、まあ、説明はこのぐらいで多分
お分かりいただけるかと思います。一応図も書きましたが、こういう形で、その N が N0 以上の部分では、この FN が、下からは GN の C1 倍で、それから上からは GN の C2 倍で抑えられるということを表しています。で、最後に、小文字のオメガなんですけれども、これは、発散する、N が大きくなったときにこう発散するこの計算量を扱っているんですが、まあ、その発散の、速さをですね、比較したものです。で、まあ、極限のリミットを使った定義というのはこういう形になっておりますので、まあ、FN が、オメガの GN に属するというのは、その、まあ、N がどんどん大きくなっていったときに、その FN の方が GN よりもより早く発散すると。ということを表しているものです。ここまでいいでしょうか。で、以後ですね、計算量、一応この全域記号として5種類紹介したんですけれども、ほとんどの場合、これから先に使うのは、ラジオです。で、まあ、時々、その、ラジシータも使いますけれども、大体はラジオで、その、全域的な上階で、そのアルゴリズムの計算量を見積もるということに注意してください。はい、まあですか。じゃあ、それを踏まえて、多倍調整数の加算の計算量を見ていきたいと思います。で、この対象となっているアルゴリズムは、前回の授業のですね、最後に説明した、その多倍調整、符号なしの多倍調整数の加算なんですけれども、テキストをちょっと見ましょうね。テキストでは、16ページの下半分のところを見てみてください。で、まあ、一応その前に、ここからの先の議論で確認なんですけれども、計算量は、ワードごとの指則演算を単位とします。ですので、まあ、今回は、まあ、複数、ワードを使って一つの大きな整数を表して、まあ、その計算量を積み積もるわけなんですけれども、まあ、その1ワードごとのその指則演算を何回繰り返すことで、多倍調の整数の演算ができるのかということを、調べます。で、このアルゴリズムは、その、まあ、前回の授業のですね、最後の方で、説明しました。その多倍調整数の加算のアルゴリズムです。もう一度、復習を一応しておきますと、入力としては、まあ、A と B という多倍調数が与えられているものとします。で、A も B もともに、K ワードからなる多倍調数です。そして、出力として、その C という多倍調数を返すんですけれども、その長さは K ワードの多倍調数で、で、計算結果が A と B の和であるというものです。で、一応そのアルゴリズムの流れをもう一応繰り返しますと、最初にこのガンマゼロという変数を置きましたけれども、その繰り上がりに使う、ガンマ i という変数を用意しておきましたが、まあ、1桁目ですね、最下位の桁では、その下の桁というのは存在しませんので、繰り上がりも存在しません。ですので、その最下位の桁の繰り上がりに相当するガンマゼロにはゼロをあらかじめ代入しておきます。で、2番目のステップで、法文を使って、警戒、この繰り返しを行うんですけれども、ここにありますように、この A と B のそれぞれの i 番目のワードを加えて、それに、その下の桁から、下のワードからの繰り上がりの値、ガンマ i というのを加えた結果を、CI に代入すると。それから、その時の繰り上がりを、ガンマの i プラス1という変数に代入するということを、下のワードから上のワードに向かって繰り返します。で、最後に、この計算結果のですね、この C0 から C の K マイナス1という各ワードを並べて、それを一つの多倍調整として返すというのが、この多倍調整数の加算のアルゴリズムでした。
ここまでいいでしょうか。で、その計算量を、見積もり方をこれから紹介しますけれども、ざっとこんな感じになります。まず、ステップ1のところでは、これ、代入を行っていますので、ステップ1では、特に計算量に関する操作を発生していないと思います。で、問題はこのステップ2の部分でして、まず、法文があります。これ、ここでこのループですね、繰り返しが発生すると。で、何回やるか発生するかというと、まあ、0から k マイナス1の変数の範囲ですから、ちょうど k 回繰り返しを発生することになります。で、今度はその法文のループの中身の計算を見ていきます。で、ここで、その指則演算として行われているのが、このアルファ i プラスベータ i プラスガンマ i というこの計算ですね。で、これは見て分かる通り、その加算が2回行われています。で、最後、3番目はその計算結果をリストにまとめて、まあ、一つの多倍長数にまとめて返すという部分ですね。ここは指則演算には含みません。ということで、今回その計算量の評価の対象になる演算は、このアルゴリズムの2番目のステップにありますように、そのループを警戒繰り返し行うと、その中で加算を2回行うというのが対象になります。ここまでいいでしょうか。で、それをまとめますと、まずそのアルゴリズム全体で行われるこの指則演算というのが、加算2警戒ということになるわけですね。で、それを先ほどのその全近的な評価で見積もりますと、まあ、こちらにありますように、まあ、定数は、これ省くことができ、全近評価で定数は省くことができますので、2K というのが、まあ、オーダーの K、もしくは、θの K というふうに評価することができます。ということで、ここから、その導かれる結論はですね、その、多倍長数のこの加算の計算量は、その整数の長さ、もしくはワード長に、まあ、比例すると。いうことが分かるというのが、ここでのその計算量の見積もりの結果です。ここまでいいでしょうか。このようにして、その計算量の見積もりというのを行います。大体、いいですかね、ノート取ってる人もよろしいですか。はい。で、一応、その計算量の、加算、多倍調整数の加算の計算量の話はここまでで、で、まあ、この後でその一変数多項式の話に進むんですけれども、その前にちょっと、符号付きの多倍調整数について触れておきます。今までは、符号なしの多倍調整数の加算を扱いましたけれども、まあ、当然、その、我々いろんな計算をすることになると、まあ、符号のついた多倍長数も扱いたいというようなことが出てきます。で、まあ、この授業では、その符号付きの多倍長整数の表現だけ触れておくことにして、まあ、加算までは加算もしくは減算までは触れないでおきますけれども、多倍長数の減算については、テキストにも演習問題がありますので、興味のある人は後でやってみてください。で、まずその符号付きの多倍長数の表現について説明します。これはですね、まあ、単精度の符号付きの整数と同じように、2の個数を用いた表現をします。で、まあ、V としまして、まあ、先ほどの符号なしの多倍長数と同じように、まあ、A0 から A の K-1 というふうに、まあ、K ワードを使って表しまして、で、その、まあ、A0 からですね、A の K-1 の役割も、符号なしの多倍長数と同様に、A の0が一番下の桁で、A の K-1 が一番上の桁というふうに使うんですけれども、ただ、符号なしの場合と異なるのは、その、最上位のワード A の K-1 の、まあ、最上位ビットが符号を表すというところが異なります。
とこの A の K マイナス1ですね、この最一番上のワードの A の K マイナス1をこのような形で表しましたけれども、ここではそのこの一番上の N マイナス1ビット目をですね、マイナス2の N マイナス1乗と置きまして、でこれはこのワード自体のその表現は2の個数による符号付きの整数の表現になっているんですけれども、それを使って、この符号付きの多倍調数を表すというところに注意してください。でなお、この A の0から A の K マイナス2ですね、この A の K マイナス1以外の数については、符号なしの、整数として値を代入します。ここまでいいですか。で、一応ですね、結論だけ述べておきますと、この、A の K マイナス1の値の範囲というのが、これは、符号なしの、ごめんなさい、符号付きの完成度の整数のとして見た場合には、A の K マイナス1の値の範囲というのは、マイナス2の N マイナス1乗から、2の N マイナス1乗マイナス1までということになります。ということに注意してください。で、これを使ってその符号付きの多倍調数全体を表したときの、この値の範囲というのが、一番最小値がマイナス2の NK マイナス1乗。それから、最大値が2の NK マイナス1乗マイナス1となります。ですので、符号付きの多倍調数ですと、大体、符号なしと同様、NK 桁ですね。NK 桁まで表現、整数を表現できるんですけれども、符号なしの場合と異なって、その、正の部分と負の部分にこう表現できる領域が分かれるということに注意してください。で一応、ちょっと符号付きの多倍調整数についてはまた後で触れたいと思います。ここまでいいでしょうか。では、次にですね、多項式の話に入りたいと思います。テキストですと、17ページのセクション 2.2 を見てください。でまず最初に、多項式の表現と加算から紹介していきたいと思います。で一応ここではテキストにもありますように、R を加算としまして、でとその上でこう、有限項の変数を並べたものを、その変数、この場合ですと、x、y から z を持つような、その R 上の多項式全体、これを R の x、y、z というふうに表します。この辺は、多分皆さん、去年学んだ、多項式間ですね。同じだと思います。で、その多項式間内に、自然に加減乗算を定義して、で、この間が、負間間をなすということも、多分やったんではないかと思います。で、それから、で、そういった話で一般的な話ができるんですけど、当面は、その変数をですね、1変数 x としまして、それから、係数は、整数間 z の上で、話を進めていきたいと思います。で、まずここでですね、いくつかその多項式に関する言葉を定義しておきますけれども、酒井先生のテキストは、より一般的なその計算機科学の範囲でですね、言葉の定義をされていると思うんですが、僕の授業では、よりその計算機代数に特化した、僕の専門としている計算機代数での、用語の使い方をすることがありますので、そうすると、テキストもちょっと、言葉の使い方が異なる部分もありますが、適宜、読み替えてください。で、ここでは、試行と試験すると、次数とモニックという言葉を定義しております。で、AX を、
まあ、このような形で、今スライドにあるような形で与えられる、この N 字の多項式とします。で、この時に、N 字の項ですね、N 字の X の2乗に係数 AN をかけたものを AX の主項、リーディングタームといいまして、まあ、記号ですと LP の A というふうに表します。で、次に、この、その主項の、係数の部分 AN を、AX の主係数、ザリーディングコエフィシェントという表しまして、これを記号では LC と、LC の A というふうに表します。で、3番目に、この AX の次数は、まあ、皆さん大事ですよね。で、次数のことを記号では、デグリーのデグですね、デグというのを使って表します。で、4番目も、もしかしたらすでに、知っている人もいいかと思いますけども、AX がモニックというのの定義は、その AX の主係数が1に等しいということを意味します。以上がその基本的な多項式の言葉の定義です。ここまでいいですか？はい。で、そして、次にその1変数多項式の表現、表現というのはその、まあ、これからアルゴリズム、この授業でですね、アルゴリズムで扱う上での表現を決めますけれども、こちらの形の AX をですね、まあ、係数を、定数項からだんだん項の小べきの順に並べていって、まあ、括弧でくくったものをですね、このような形で、この AX、多項式 AX を表すことにします。まあ、どうでしょうか。というわけで、ここまでで、とりあえず、その一変数多項式の、まあ、言葉と、それから表現を、押さえておきましたので、じゃあ次に、早速ですけれども、この一変数多項式の加算について、見ていきます。で、ここでは、AX として、K 字の多項式ですね。で、まあ、今述べましたように、ここから先はこのような形で、この係数を並べた、括弧で並べた組で表します。で、あと AK は0ではないものとします。で、それからあともう一つは多項式 BX ですね。これも K 字の多項式で、で、係数はこのように、その K 個を並べて、括弧でくくったもので、BK は0ではないものとします。まあ、これの二つの多項式に対して、その AX と BX の和である CX を計算しようというものです。で、一応ここでの仮定は、この CX も、K 字の多項式として、まあ、次数に変化はないですね。次数に変化はないということを仮定します。よろしいですか。で、その、まあ、アルゴリズムですね。その先ほど、前回のその多倍長数の加算と同じように、じゃあ今度は一変数多項式の加算をやってみましょうということで、そのアルゴリズムを書いたのが、こちらです。入力として、この多項式 AX と BX。実際には、それらの2つの多項式、それぞれ表すこの係数の組ですね。で、それに対して、出力は、まあ、A と B の和である CX なんですけれども、実際にはその CX を表す、係数の組を返します。で、まあ、やり方としましては、皆さん、ほぼ自明だと思うんですけれども、まあ、それぞれの項の、次数の項のですね、係数を、こう、加えていけばいいですよってことで、ここにありますように、まあ、i が0から k まで、繰り返しを行いますと。で、それ何をやりますかっていうと、ここにありますように、この i 字の、多項式 ax の i 字の係数と、それから多項式 bx の i 字の係数を加えて、それを多項式 cx の i 字の係数としますと。ということをやってるわけですね。で、最後に、それを、まあ、i が0から k まで繰り返したら、その c0 から ck をこのような形で、一つの、組にまとめて返すと。ということで、まあ、多項式の加算になるわけです。あと、ここまでいいですか。で、前回やりました、
多倍長数の加算とですね、ほぼ同じような感じなんですけれども、多倍長数の加算と比べてさらに単純になっている部分があります。それがどこだか皆さん気づかれましたでしょうか。まあ、多分パッと見て前回のアルゴリズムをある程度理解した人は気づいたと思うんですけれども、下の桁からの桁上がりがないんですね。多項式の場合は。まあ、各次数ごとの項の計算が完結しておりますので、多倍長数と異なって下の桁からの桁上がりというのがありません。その分、アルゴリズムがより簡潔になっているということに注意してください。で、今説明しましたその多算のアルゴリズムに関していくつか注意があります。すでに気づいた人もいるかと思いますけれども、今説明しましたアルゴリズムはですね、入力多項式AX と BX の次数がともに等しくて、CX 出力の多項式 CX の次数もまた等しいということを仮定しておりますけれども、まあ一般にアルゴリズムを作って計算しようとすると、そういうことっていうのは、まあ、起こったり起こらなかったりするわけですね。まあ、入力多項式の、次数が、異なる場合っていうのは、よくありますので、まあ、そういう場合には、そのアルゴリズムの方で、それなりの対応が必要になるということに注意してください。それからもう一つなんですが、まあ、ここではその先ほどのアルゴリズムで入力多項式の係数を AI とか BI といったような一つの文字で表しましたけれども、まあ、実際にプログラムを作って使おうとしますと、その入力多項式の各係数というのは一般に多倍長数ですね、多倍長整数になるということに注意してください。もしくは皆さんが有理数は使いたいと思えば、まあ、有理数に拡張したりということも可能なわけです。そうしますと、その、まあ、一変数多項式の加算のアルゴリズムのその計算量を見積もろうとした場合には、そのもし係数が多倍長数であれば、その多倍長数の加算の計算量も考慮に入れて、見積もる、計算量を見積もることが必要になるということに注意してください。まあ、例えば、まあ、多項式がですね、その一次の多項式と一次の多項式の加算だから、見かけ上、まっすぐ終わるように見えてもですね、そこで出てくる係数が例えば100ワードの係数であれば、やっぱり100ワード分の演算がかかるということに注意しましょう。ということで、まあ、一応今の注意を踏まえて、今日これが最後の話題なんですけれども、一係数多項式の加算の計算量について、見ていきます。で、基本的には、その、先ほど申し上げました通り、各ですね、X の I 乗の I 字の項ごとの、その、係数の加算が発生するだけですので、基本的にここで、その AX と BX の加算で発生する、多項式の、演算っていうのは、この係数同士の加算、K プラス1回ということになります。まあ、これ、前期評価するとオーダーの K ということになるんですけれども、注意すべき点は、先ほども申し上げましたが、その各項の係数の計算ですね。だから、まあ、1次だったら1次の係数の計算、K次だったら K次の係数の計算というのは、それぞれの桁の、多倍長数の長さに比例するということに気をつけてください。今日の授業の最初でやりましたけれども、多倍長数の整数の計算量というのは、その多倍長整数の長さですね、長さのワード数に比例するということをやりました。で、それを書いたのはここなんですけれども、例えばその AI と、この係数ですね、AI と BI の、その係数の計算量というのが、まあこれ、一般にはこの AI と BI のその長さは異なる場合がある、異なるものとしまして、でその長い方の、多倍長数の、長さですね、長さに比例するということに注意します。で一応そのことを考慮しますと、全体、その一変数多項式の全体の加算の全体の計算量は、その各項の係数の、多倍長数の長さの和に比例するということができます。ですので、
まあ、今回はその各係数ごとにの、各次数ごとのですね、係数の長さが異なるものと仮定しましたので、このような形で表しましたけれども、これはその係次、AI と BI のその、だから A と B、多項式 A と B の、その係次の、係数の長さを表したので、その係次の係数の長さの和ですね、和をこう0次から係次まで全部取ったその和に、この比例する計算量が最終的にそのこの多項式、一変数多項式 の計算量になるということを今日は理解しておいてください。OK でしょうか。で、まあ特殊な例としていくつかあるんですが、例えば係数が全て単精度の場合ですね。係数が全て単精度の場合はどうなるかっていうと、この連立の AK とか連立の BK とか全部1なわけですね。係数が全て単精度の場合は。ということは、この計算量というのは、i が0から k まで1を加えた和ですから、そこの 中身は全部で k になると。オーダーの k になると。すなわち、係数が全て単精度の場合には、この一変数多項式の加算の計算量というのは、オーダーの k、多項式の次数に比例することになります。ここまでですか。あと、もう一つ特殊な例として、例えばその係数がですね、すべてというのは、そのどの次数も、係数も、m ワードだったとしましょう。そうしますと、ここが、この部分、そこのシグマの中の部分が全部 m で表されますので、多項式、一変数多項式の全体の計算量としては、オーダーの mk という評価になります。まあ、こういったところですね。ですので、まあ、多倍長数を考慮すると、その係数の、一変数多項式の、加算の計算量というのは、大体その係数の長さの和になる、ということになるんですけれども、まあ、より大雑把な評価としては、一変数多項式の、加算の計算量は、大体多項式の、次数に比例するというふうに思ってもらえればいいと思います。ここまでいいですか。はい。ということで、まあ、今日はちょっと早いような、そんなに早くはないかもしれないですけども、一応今回の授業では、一応こういうことをやりました。まず計算量の概念ですね。それから、符号なし多倍長整数の、加算の計算量を見積もりを行いました。で、それから、あと符号付きの多倍長整数の表現を、見まして、で、最後の方では、一変数多項式の加算のアルゴリズムと。で、その、計算量について論じました。ここまで何か質問ありますでしょうか。じゃあ、次回はですね、テキストで言いますと、その続きのセクション 2.2.2 の、コーナー法から先に進みたいと思います。では、一旦この講義を閉じたいと思います。お疲れ様でした。